演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら山崎の薄皮黒蜜ゼリー&きなこクリームパンも食べたいと思います。どうやらこの今日信玄餅をイメージした薄皮フリッターチーズのようですね。信玄餅って食べたことないんだけどな、いつか食べてみたいな。そして現地にも行ってみたい。まあそれはさておき、まずはこちらのレビューいきましょう。中身はこんな感じですね。おー、やっぱり普通のクリームやきな粉と違いますね。ではいただきます。口に入れた瞬間にまずきな粉クリームの香ばしさがクワーッと口の中に広がって、後から黒蜜ゼリーのプニプニとした食感がきますね。薄皮なのでパンの生地もそれほどそれらを邪魔しないで、食感もしっかり楽しむことができてとっても美味しかったです。本物の信玄餅も食べてみたくなる味ですので、こちらの点数とさせていただきました。それでは、春の中王様ほどに暖かく、王様の方がやっぱりいろんな意味で暖かいのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。